三男のヨハネが、先日東京神学校というね、小山礼二先生が校長されている神学校を卒業して、正しく行ってきましたけども、彼が卒論でやったのは、卒論があるんですね。本当はね、うちの神学も卒論やった方がいいなと思うんですけど、卒論でやったのは、フェイスミッションということで、信仰のフェイスミッションというのは、ハドソン・テイラーとかジョージ・ミラーがやったような働きですね。予定ではね、小山先生、パウロ牧師は私とも挙げる予定だったけど、時間がなかった、怠慢したんでしょうね。それで、その2人だけしか挙げなかったんですけども、フェイスミッションっていうのは、信仰の賜物っていうのがあって、その信仰の賜物が与えられた人がするっていうことね。誰も彼もがやらなきゃいけないわけじゃないと。だから、そのフェイスミッションをしようとしてできない人たちが苦しんでるけど、その必要はないって。何もみんながフェイスミッションをする必要はないっていうことと、同時に賜物を与えられてる人は周りを気にせずにフェイスミッションに信仰の足を踏み入れるべきであるっていうことを、そのフェイスミッションのことを通してね、やって。で、特にジョージ・ミラーに関しては、そのすごい数の個人を作って養って境内が満たされたってことはよく言われますけど、実は彼はその人生において下げた献金額は、少なく見積もっても16億なんですね。日本円にしたら、今の彼が生涯を通して下げた献金額は少なく見積もっても、で高く見積もると60何億になるんですね。それだけの当時の金額でね、捧げた人だったということなんですね。で、彼はその普通10分の1献金を取って、あとを自由にするんだけど、まず最初に彼の必要を全部取って残りを捧げるという、そういう生涯を貫いたそうですね。で、与えるために真剣に求めた人だったということなんですね。確かにそうなんですね。それはジョージ・ミラーの生涯を伝記を読めば分かりますけども、そういうことに偉く感動してですね、おりました。で、フェイスミッションしたいということを言っておりまして、で、面白いなと思ったのは、ヨハネのところに2泊泊まったんですけども、一つはね、青春18切符でゆっくり行ってたら、そのうちこれから一人で生活なんだ、大丈夫かなと急に心配し始めた井田君が、ヨハネ君になった途端に元気になったということですけど、ヨハネ君と話してるとね、祈ったりした時、会ったり祈ったりする時に、フェイスミッションってのはハドソン・テイラーとジョージ・ミラーって言って、秋元牧師が一番影響を受けた2人で、その2人が卒論に結局書いて、テーマはフェイスミッションなんですよね。うちの教会はそうですけども、それで、祈りの中でしょっちゅうできたのは、祈り聞き従えって言葉だったんですね。私よりよく言ってましたね、聞き従いますよとか言ってね。面白いなと思ったんですね。7歳教会での献身だけは嫌だと言ってですね、して、聖書を学びたいと言って向こうに行って、聖書を学ぶのは一番いい場所だったと思いますが、そして卒業論文っていうのがあって本当に良かったと思ってますけども、それで真剣にやって、で、この3年間で学んだことは、もう本当に自分は神学祭壊るべきだって、牧会者や神学祭壊るべきだと思っていた道があって、全くそうならない、できない自分っていうのを見せられて、もう自分は卒業できないと思ってたのに卒業させてもらえて、もう恵みしかないっていうね、ことを学んだようで、なんかまさにライトベータのアガペイの実質なんですね。だから面白いなと思ったのは、その御心のところに行く時に、そのこっちの思いとか願いとは違うんだけども、結果としては、私たちの教会で今一番言ってる事柄を彼は今一番学んだなと思って、ちょっと感動したんですね。で、すごく思いました。で、本当に主の御心で、小山先生のメッセージがですね、ちょうど日韓100年なんですね。それで小山先生は行かれたんです、この危険な中をね。そして、向こうのその三一運動の一番盛んだったところで、たくさんの韓国のクリスチャンが集まってるのは、そこで謝罪をしてメッセージをされて土下座してね、それからあと国会にも行かれてね、大きな瞬間を受かって国会でも国会議員たちの前で謝罪してされたんですね。で、今危険だから行かないようにと言われたけど、100年目は今年しかないって、来年はもう101年目だと。で、こんな関係が悪くなってるからこそ行くんだって言ってね、行かれたんですけども、ヨハネは卒論があって行けなかったそうですけどね。でも、それで、その話を得て、御心を行うなら和解させてくださるっていうテーマだったんですけど、その証も含めて、
本当に御心を行う時に和解させてくださるっていう話をされたんですけど、結局テーマは御心を行うってことだったんですね。それが卒業の説教だったんですね。御心を行いなさいっていうね。で、なんか本当に主に従っていく人たちはまあ、ちょっとね、いろんな形がありますけれども格は一緒だなということを思って、まあヨハネにとっては一番いい場所で学んだんだなというふうに思います。まあ、やがてまたどこかで共に働く時もあるだろうと思いますし、ね、導かれていく時もあるかもしれませんけど、なんか一番大切なものを、まあ、こちらで言ってることの核と結局学んでたんだなと思って、非常に感動いたしました。神様って見事だなということを思います。どうぞ皆さんですね、聞き従うということがお題目にならないように、ね、そして本当にアメージング・グレイスですね。私たちは全く正しくないけれども、主の永遠のアガペの愛で愛されて、その光を流していくってことに、本当にそこに立ってください、ね、そうでなければ私は今日は立っておりません、はい。私は人間的に言えばいつでも牧師を辞める覚悟と準備はできています。全く正しくないと本当に思ってますので、それに人間的にはですね、牧師を続けるのはね、肉はですねもうしんどいですね。やっぱ本当に助けてくれる人がいないとやっていけませんね、まあ、人間的にはね。でも神様が召されたから、全く正しくないし、神様が呼ばれたから神様が、退けるまでは立つ。もう世界中に反対されて、みんなに指をさされて、やめろと大コールされても立つ。神が呼ばれたからね。で、神が退きなさいって言ったら、世界中の人が続けてくださいってもやめます。もうそうなんですね。どうぞそこにね、しっかり立ってほしいと思います。人の評価に来ている限り神の働きはできません。はい、それはね、どうぞだから人ファーストから悪く言われていいと言ってませんからね、誤解しないでくださいねこれ間違いないでくださいね、そういうこと言ってんじゃないからね、はい、はい。